生まれはロシア、舞台は東京、イロシキーズです。まあ本当にね、あの下ネタを話すとね、若い女性層がねどんどん離れていくっていうところでね、うん、あのしばらく控えさせていただいてたわけなんですけども、はい、もうこの度生の限界と決まりました。今日はもう下ネタで、まあ、下ネタではない、学術だから、これは学術学問よ。あ、じゃあ全然大丈夫。日本人の乳首の特徴を今回は学んでいきたいと思います。あら、特徴いいですね。日本人は本当に乳首に特徴のある方が多い。もう私がいろんな乳首をこれまで目指す、あの見させていただいたところですね、本当にありとあらゆる乳首があります。あの日本のね、男性の多くはね、8割ぐらいかな、俺が見てきた中だと8割ぐらい日本の方は乳首を感じる。感じる。 AV も乳首物が多い。乳首物が多い。そして何より生えた毛、渦巻き状になっていることが多いですね。それって自分で触ってることっていうことなんでしょうか。そのことをね、というらしいです。そうなんです。とかそういうものの文化っていうのはもう日本では圧倒的に流行ってるんですよ。でしかもやっぱ女性の方も外国人に比べて圧倒的に乳首が感じることが多い。そしてね、乳首を舐めろと要求をしてくる男性が多いですね。そして舐めるじゃない、舐めるの。そしたら今度は吸えと。吸えと。こっちとしてはね、乳首なんて吸ったって何も入ってきやしないんだよ。吸ってる側は何も気持ちよくもなんともない。にもかかわらず、乳首を吸え、乳首を舐めろ、これを要求するのが日本の男性ですね。それはでも、あの、お聞きして答えてるのね。俺はちゃんと吸ってる。僕言いながら吸う傾向にある。吸う傾向にある。吸うかい、お前は。そしてなんか前にね、クビになったマネージャー、あの炎上ものばっかり企画出してくるクビになったマネージャーもやっぱりね、たまに乳首を触ってやるのよ。あ、触ってやる感じ。 そしたらさ、うわーって言う。でそれで一体どうしたのっていうことを聞くとね、一体どうしたのって聞くの。自分で触っといて、そう、うん、足の先まで、つま先まで感じるって。それはとても興味深い感じです、ね、ひょっとすると俺の触り方がすごいだけなんかなとも思ったりもするんですけど。そう、人触りで。そうだから他の人にも触ってもらったけど、やっぱり案の定感じる。でもなんか、なんでそんなにね、なんか日本の人の乳首はね、なんかこう感じるんやろうなっていうので、この度ちょっと乳首の歴史について学ばせていただきました。イエーイ、乳首の歴史。僕はね、そもそもおかしいと思うんですよ。何がおかしいんでしょうか。なんで日本人だけではなくて世界中でそうやねんけど、男の人は乳首を見せてもいいのに女の人は乳首を隠すんやろうって。何が恥ずかしいんやろうって。まあいろいろ見た目的にこうあれやけど、ね、でもやっぱ隠してるからよりエロくなってる疑惑はあるのよ。多分ね、女性の場合は多いのかもしれない。そのちょっとなんか沈没沈没あの船じゃないのでね、乳首はそれについてもね、興味深いね情報をたくさん得たんだけど、あ、本当に、うん、陥没している乳首にもね、種類が2つあって、あ、火星陥没と神聖陥没。火星っていうのは刺激した時とか寒くなった時の勃起をしたら陥没じゃなくなる。でも神聖は何をしても沈没してる。うん、沈没してる。でそれに関して俺はやっぱ手術とか必要なんかなっていうのを確認したところ、うん、吸う必要があると。あ、吸うとそれはどう、何度も何度も吸い続けることによって神聖陥没乳首はどん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 神聖じゃなくなって火星になって、そしてズル向けになるんじゃない。いや、すごい。そう、それって男のあれみたいだね。何、おてん、そんな言うたらかな。あとね、すごく驚いたのが乳首のね、なんていうのかな、あれ乳頭っていうのかな、乳首の、乳輪、いや、乳頭、乳頭、この先っぽのこのみたいなものなんだけども、うん、その部分がサイズによって巨大乳頭っていうのがあるらしくて。巨大乳頭。そう、それは2センチ以上の乳頭の場合、直径が、あ、間違えた、3センチ以上。え、ちょっと待って、その、3センチ以上のあのピッてこう出てる部分。そう、これ、そう、こいつ、あ、私今も見せたえ、ちょっと待って、これ、そう、だからそれに関してはこれ2センチ、3センチも、もうね、舐めるだけじゃダメで、それ噛まなきゃいけないって書いてた。カーレン、やっと、ブドウじゃねえんだから。なんでやん。いや、ほんまやん、そう書いてたネットで。あ、ブドウがこんなところにあるっつって。でもその、やっぱり俺は男は乳首を出してるのに女は乳首を隠さないといけない問題というのはやっぱりおかしい話やなと思って、やっぱり出したいね。どうなんやろう。でも昔のさ、日本の歴史とかを調べてみたら、そもそも昔の日本の女性は別に乳首そんなに隠すことが出してはなかったけどね。畑とかもやってる時に
そのなんていう の, あの着物みたいなのを着てる時にこうそれがはだけて、お乳がすごいブラリンコしてる状態で畑してる女性が多かったらしい。あ、そうなんや。いやでもね、全然それが恥ではなかったっていう。まあ、もともとそもそもね、日本っていうのは混浴の文化があったのよ。男性も女性も同じお風呂に入るっていうのがずっとあって、で、それが、ペリーさんがね、来航したときに、あれ、ペリーさん。ペリー、ハゲてるペリーね、みんながよく、あ、それザビエルか。ハゲてない方のザビエルの。ペリーは背の小さい男の人で、背低かったっけ？背を大きく見せるために、よく馬に乗ってる絵を描かせる。あ、そうなんや、俺それ知らんかった、それ。ごめん。いや、で、そのペリーさんが来てから、まあ日本は開国をね、するわけですよ。で、外国の人が日本に来たりする中で、日本の方はもう混浴をすると。もうそれが本当にもうね、汚い。やっぱりあそこはもう野蛮な国だということを、いろんなとこで欧米とかで吹聴して回ったんで、その外国の人。でも外国の人の方がね、風呂入ってへんからね、どちらの方が汚いかって言ったら。でもね、やっぱり混浴だったことによって、やりまくってたらしいのよ。で、結局性病が蔓延するとか、そういうことはやっぱ日本ではあったみたいで、性病が蔓延したらもうとんでもない国だみたいな。そういう噂がもう各世界で回って、で、日本の政府がね、これはもう日本の国辱だと、日本の恥だということで、まあいろんな禁止をすると。混浴っていうのをやめましょう。外で立ちションするのをやめましょう。で、乳出したりする、なんかその、外で裸になるっていうのをやめてくださいっていう法律を作って、そう、取り締まりをしたい。でももう日本にはね、長らくね、その混浴する文化っていうのが長く根付いてるわけですよ。今ではあります。そう、お風呂もやっぱりね、男と女で分けることによって湯船が2つ作らなきゃいけないとか、その水っていうのもね、温めるのだってお金がかかったりも大変ということで、まあ結局はそれをもうあんまりこう、まあもちろん守ってる銭湯もすごく多かったんだけども、まあ守ってない銭湯っていうのもすごく多くて、庶民の間ではまあそれでも混浴のお風呂っていうのはずっと続いてて。で、そんな中でね、何がきっかけで日本の人のね、この女の人が特にこう、隠すようになったかっていうのを調べてると、西洋美術を学んだ若い世代の人たち、日本人女性の体は見にくいと、いうことを言うようになった。まあ多分西洋の絵画とかを見たりしてると、なんかこういう何マリア様のおっぱいみたいな、そうなんかこのあの感じとはやっぱちょっと違うっていうことで、日本の子たちが自分でこう見に行って見たところ、いやちょっと違うやんみたいな感じになって、でそれでやっぱコンプレックスみたいな、やっぱ今と精通するのはね、それに関しては外国の人の鼻が高いのを見て鼻の整形をして鼻を高くするとかね、やっぱなんかね、こう自分たちとちょっと違うところを見たりすると、違うのが美しいね、そっちのがいいっていう風になる、うん、やっぱ私たちの国ではさ、逆に鼻が低い方が美しいとされてたりとか、他の国の文化が入ってくる中で他の国の女性の体の方が日本人よりも綺麗だっていう風なことを言って回った人たちがいて、でそういう人たちがね、さらに混浴の銭湯のところに行って、日本の女性の体は見にくいんだみたいな、そんなことして汚い、入ってみんなでみたいな感じで、こう反対運動じゃないけど、そういうなんか運動があったらしくて、でそういうのをこう聞かされてるうちに、日本の女性の方たちもみんなこう体を隠すようになって、もうそういう銭湯に行かなくなっていって、そうだんだんその混浴文化っていうのがそういうところから薄れていったと。だから必要以上にみんなおっぱいを隠すようになって、今や、まあそこから続いてるんかどうか知らへんけども、欧米よりも体を隠す感じになってきたな。そしてやっぱり女の人がどんどん服を隠すってなると、今度はそこをこう、それ自体がどんどんエロになっていくんだよね。あと今をやーって出すさ、女の人よりもこうなんか恥ずかしがってあーあーみたいな、でそこから乳首開発の歴史が始まるわけです。やっぱり普段見かけることの少なくなったこの乳首にね、感動を覚える男性が増えてきたと。なるほど、ちょっともう蓄積されていったのかな、刺激が怖見られるかもしれない。女の人も演技をしてくれたり、まあなんか乳首を触らせる、なんかそういう、まあなんかとにかく乳首が好きや、日本の人って男性は特に。その女の人が感じてるのを見て、ここからは俺の勝手な空想やけど、こんなに感じるのか、女の人も。ちょっと待って、どういうことやってたの今。こんなに感じるのかって思って、今どういうことやってたの、これひょっとしてってなっていったんやと思うね、俺は。どういうこと、どういうこと、自分のもやってみたら、自分もこんくらい感じるようになるんじゃないかなって思って、やっぱ開発するようになった人がついたんちゃうかなと思って。なるほど、だから男性の方は手の向きがこうくるって回って、ほんまにこれもう冗談抜きで、俺が見てきた男性の中では8割ぐらい日本の方は近い感じるんだよね。これほんまに不思議。
だからさ、今新しくね、ソウスケっていうマネージャーを雇ったわけ。あ、ソウスケさん、うん、あ、なるほどね。ソウスケにも聞いてみたいんだけど、ソウスケはどうなん、乳首感じるの？ものすごく感じますね。ちょっと出してみて、乳首。ちょっと待ってよ。そんな感じなの？え、今言ったの？もしかしてもう本当、脳天ぐらいまで衝撃が走るぐらいのそうなんだよ。え、でもオリコンもそうならへん、触ってみて。いいよ、触って。ほんま全然ならへん。なんやねん。あ、ちょっとそれをユウスケにやったらもう死ぬで。ほんまユウスケじゃん、ソウスケ。ソウスケ、ソウスケ。まあ今日はそんな話でした。なんか聞きたいことある？他に。そうだね、とても興味深いですね。海外はノーブラだったりとか、そういうことをすることによってもう慣れてしまっているとか。ブラジャーの文化も結局は欧米から来てるわけよ。おっぱいというものを垂れないようにするっていう文化が世界中で流行するわけよ。でその理由っていうのは、おっぱいっていうのは、まあ、生物学的にはこうクーパー人体っていうものでさせられているんだけど、これがどん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 重力に負けて伸びていって、やっぱどんどん下がっていくっていうことで、おっぱいが上にあればあるほど若さの象徴、つまりオスにとっては若いいい女の子、子宮の象徴みたいになってくるから、なるべくなら垂れないように上に持ち上げましょうっていう文化がどんどん刺さってきてるからさ、いろいろこう、なんだろう、乳首に当たるものが多いとか、よく当たってることが多いから、逆にその乳首がその刺激に慣れてしまって、あんまりこう刺激感じなくなってしまったとかっていうこともあるかもしれないじゃない。とにかく、まあ、この動画で言いたかったのは、日本の方はやたらと乳首を感じる件について何か考察がある方、ぜひコメント欄で教えてほしい。これはほんまにわからんかった。乳首の歴史をいろいろ学んでみたけど、まあ、多分学びが浅かったのか。いろいろ調べましたね。うん、ちなみにソウスケ聞きたいねんけど、今後もね、雇うかどうかについて聞きたいねんけど、はい、K-POP とかは好きなのか。たまに聞くぐらいで。好きなのかと聞いている。うん、でも嫌いでもないです。あ、ほんと？じゃあ大丈夫。祭りの気分になったよ。あかんわそれは。